はい、こんにちは。ビスポークプラスチャンネルのお時間です。僕たちオーダースーツ屋さんというのは結構ね、会社の社長さん、お客様としてご来店いただくこと非常に多いです。社長さんっていいスーツ着てんだなってみんな思うと思うんですけど、確かにね、いいスーツ着ておられます。で、あと多いのが、そういう経営者様からですね、ご依頼いただきまして、経営者様がご自身の会社のね、従業員さんに何か表彰とか、もしくは、一番ちょっと役員になってもらって頑張ってるからとか、社員さんで頑張ってる方にね、オーダースーツとかオーダーシャツのプレゼントをギフトとしてね、送られる方多いです。ご予算いろいろあると思うんですけど、だいたいやっぱりご自身が10万円前後のスーツを着ておられる方はやっぱりそれの半分ぐらいの金額でちょっとね、簡易的なオーダーをね、プレゼントとして送られる方が多いです。例えば生地なんかでいくと、インポートの生地はちょっと難しいんですが、こういったね、日本製の副地ですよね、ファブリックを、使って、まあ、5、6万ぐらいで、社員さんにプレゼントされると。でもね、結構このね、5、6万のスーツで、しかもオーダーでプレゼントされる側の社員さんってすっごい喜ぶんですよ。なので、経営者の方で、まあ、社員にちょっとプレゼント考えてるけど何がいいんやろうと思ってる方は、オーダースーツとかオーダーシャツをプレゼントされる方が、なんか、これからね、仕事にも頑張ってきていただけるね、ものなので、仕事もやる気出ますし、それでね、ちょっとでも仕事頑張ってやる気出てくれたら、経営者さんからしたら、すごく願ったり叶ったりなんじゃないかなと思います。彼氏彼女さんでも、彼女からね、彼氏に送られる場合あるんで、なかなかね、オーダースーツって高いイメージあるんで、もちろんね、お得なお手頃なものもあるんですけど、買ってあげるとね、めちゃくちゃ喜ぶと思いますよ。なのでぜひ、そういった方はね、プレゼントにギフトに、オーダースーツオーダーシャツお考えいただけたら、すごくね、こんな生地とか見るだけでも、一緒に見るだけでも結構楽しいですから。で、日本の生地だからと言って、別にインポートに負けてるわけでもないですし、安価だからといって生地がすごく、程度が悪いものでもないですから、ぜひね、そういった生地を見ながら楽しんでいただけたらなと思います。本日はギフトについて、お話ししました。どうもありがとうございます。